こっち始まりました。はい、あ、うん、よいしょ。あれ、はい、始まりました。始まりました。あ、です。え、何個食えるか対決やるんですか。とりあえずじゃあ最初に一人何個ずつ食えるかって対決やって、それからもうあとはもう協力して食い切る的なやつやりましょうか。え、罰ゲームとかどうするんですかこれ。あー、どうしますかね。でもなんかその後結局みんなで協力し合うから、なんか罰ゲームどうなのかなみたいな。どうなんですかね。うん、あ、リスナーさん相談しなくていいんですか罰ゲームとか。みんなは多分罰ゲームあってほしいだろうけど。だって、罰ゲームなかったら、だって、食う、あの、あれがなくないですか、あの、その意味が。でもなんかその後、なんか、はい、みんなで協力して会う感じもなんかちょっと変じゃないですか。なんでだろう、全部食うみたいな。はいはいはい。なんだろう、いや、正直。対決、はい。正直ですね。え、だったら手抜いちゃいません最初の時に。いや、それはでもいいんじゃないですか。なんか変なことある。手抜いていいの？いや、ダメですけど。ごめんなさい。はい。なんだろう、なんか、大丈夫かな。どうするんだろう。あと、すごい思ったんですけど、これを全部食べきることがまず罰ゲームな気もするんですけど。まあ、確かに。とりあえず、まあ、後で決めます。じゃあ、なんか、罰ゲームとか、そういうのは。いや、ちょ、冷静にいいですよ。冷静にいいですよ、下野さん。じゃあ、今からスタートします。罰ゲームはなしです。用意スタートって言って、はい、ガンガン食うモチベーション上がります。確かに。この後全部食べる。いや、そうなんですけど、はい、でもその後だって、はい、じゃあ罰ゲーム、じゃあ誰々ねってなって、はい、で、その後に、じゃあ協力して食おうってこと、なんかそれもそれで。え、一回罰が終わったら、はい、そこで協力しないと、だって僕ら帰れないですよ。まあ、あ、じゃあそうします。いや、企画が成立してんのかなっていう。いや、まあ、確かに。はい。重い。どうすればいいんだろう。いや、罰ゲームなしでもいいんですけど、何か、はい、リスナーさんなんておっしゃってるんですか。リスナーは、そうですね。はい。あ、和道の言う通り。もうすぐ、やっぱコメントが、はい。ありますね、はい。だから、罰ゲームはした方がいい。罰ゲームか、要は、なんだろう。なんか知らないと、多分対決にならないと思う。何かしらの罰が、確かに。あ、じゃあ、いいこと思いついた。はい。提案ですよ。提案ですけど、はい、ここで、例えばなんですけど、3人で提案なんですけど、リスナーさん参加型にした方が僕面白いと思うんですよ。はいはいはい。で、花火一発、各自3人あるじゃないですか。はい。花火一発は上がった瞬間に、上がった人が食べる。一本ずつ。いやー、それは多分、正直、花火こじると多分閲覧下がっちゃうんで、やめた方がいいですか？それはちょっとやめた方がいい気がしますね。参加型にしたら面白いような気がするんですけど。そしたら、投げがいがあるじゃないですか。せっかくこんな用意したのに、なんか、こじき系になると、多分閲覧下がるんですよ。多分、なんだ金かよみたいな思えちゃうんですか。あー、なるほど。それはちょっとやめた方がいいかなと思うんですけど。やめろって言ってます？そうですね。それはやめた方がいい。なるほど。じゃあ、罰ゲームにしますか。そうですね。罰ゲームは、はい、罰何にします？ドンケツ、一番少なかった人。何がいいっすかね。まあ、現実的にですよ。現実的なやつ。現実的に。なんだろう。罰、この環境で出来上がる。まあ、飯をおごるとかじゃ多分面白くないですよね。まあ、飯をおごるも何も。まあ、確かに。食うわけだから。なんだろうな。空気は、あれですかね。空気避けましょう。なんだろう。なんかあります？なんだろうな。なんかいいアイデアあるかな。いや、坊主だ、これ絶対無理。俺、坊主だ。これいくら金かけたと思ってるのかな、髪だけ。坊主は嫌だ。嫌っすね。うん。あと俺、坊主絶対だし。何がいいんだろうな。現実的に。同じですよ。スキンヘッドも同じですよ。現実的になんじゃないですかね。なんだろう。罰ゲーム。一人っすよね。負けた一人ですね。そうですね。ドンケツですよね。はい、何がいいんだろう。料金は、これは企画はもう、慎吾さんが持っちゃってくれてる。どうしようかな。なんかもしかしたらみんな納得できないかもしれないけど、じゃあ、負けたやつが、後々、
個人の放送で、はい、例えばですけど、はい、ココイチのなんか10辛とか食うとか、あ、そういうのもいいですか。あの別日ってことですかね。はい、別日になる、はい、10辛、はい、あ、いいっすよ僕。いいっすか。それもそう、なんか現実的でそれないきついじゃないですか。まあ、10から僕余裕で食えると思うんですけど。あ、本当ですか。あの、リスナーさんがいいっていうのであれば、僕なんでも、全然、うん。多分みんなつまんないって言うと思うけど。何それ、あの、罰ゲーム。でもいい、それぐらいで良くない、もうそれぐらいでいいじゃないですか。もう頑張ってるんだから。それはいいでしょ。今日できるやつにしよう。ああ、確かにね。確かに。でも思うんですけど、これ食った後罰ゲームって相当過酷じゃないですか。じゃあ空気やめた方がいいと思いますよ。うん。で、結構厳しめのルールの方が盛り上がると思うんですよ。ああ。すぐ終わっちゃうやつやると思うってことですか。すぐ終わるっていう厳しい罰ゲームが見たいんだと思う。はい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 。うん、なんだろう。何がいいかな。坊主はあまり無理だよ。多分ね、2人は坊主いけそうな気がするけど、僕無理ですよ、それは。でも、無理なものの方が、無理なものの方が、本気になるじゃないですか。いや、俺、これは。だって企画本気でやる。だって、シンゴさんの企画なんですよ。いや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 、そんな、坊主は僕、それは僕が NG なんです。いや、でも勝てばいいじゃないですか。いや、だって負けるかもしれないじゃないですか。いや、僕らもそう、同じ条件ですよ。いや、だって多分、髪の重みが違うんですよ、多分、この2人と。僕は多分。いやいや、なんすかそれ。いやいや、重みが多分違うんで。一番汚れじゃないですか、こんな感じ。いやいや、そんなことないっすよ。一番汚れでしょ。そんなことないっすよ。いや、髪の重みってやっぱね、人によって違うんですよ。まあね、いやいや、僕らだってね、髪の毛大事っすもんね。いや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 、だってなんかもう全然大丈夫そうじゃないですか。僕本当に、髪はもう本当に。いや、まあ、いや、僕らは別に何でもやりますよ。眉毛っていうのも。あ、眉毛なら全然。眉毛全剃り？そういうのは全然いいです。じゃあ、眉毛全剃りで OK ですか？はい。それなら全然。じゃあ、眉毛全剃りで決定です。まあ、これで、これなんでいけないの？あれですよ、カミソリで全剃りっすよ。いいっすよ。OK。もう眉毛だけっすよ。眉毛だけ。眉毛だけ。いいっすよ。OK。じゃあ、ルールは、時間制限はどうします？そうっすね、どうしましょう。細かいところ。あー、どうしましょうか。どうしましょう。1時間と。1時間しましょうか。で、袋の数最後にみんなでカウントしていくみたいな。あ、なるほどなるほど。はい、はい、じゃあ行きますどうしよう。絵的にどうすればいいんだろうな。絵的に慎吾さんこの辺に座って、はい、パソコンも引きずり込めばいいんじゃないですか。あ、なるほど、はい、ねえ、届かない。カメラの位置もう寄っちゃっていいんじゃないですか。サムネ撮ったんで寄ったらこれでも見れるかな。みんな分かんないですけど、そっち側からその辺から。ああ、なるほど、はい、頑張る。何味でもいいんですよね、別に。もちろんもちろん好きな味でこれぐらい。あのコメント、極めちゃいますよ。こんなもんかな。まあ、いい絵じゃないですか。いい池上さんが被っちゃうから。いや、池上さんここ座るんで。はい、大丈夫ですかね。今設定してるだけで。あ、飲み物スタンバイ。あ、そうっす。いっす。あ、でも。もっとこっちが行きます。そうっす、これはもっと。はい。この辺かな？この辺かな？すげえな、これ。すごいな、これ。眉毛全剃りか。負けたら眉毛全剃り。いやいや、千個やばいね。やばいですね。けど飯食ってこなきゃよかった。え、食ってきたんですか。がっつり食ってきました。え、マジですか。自分まだ起きてから食べてない。え、トイレに行くのありなんですか。トイレ、ちょっと、まあ、履かないですよね。俺は履かないですよ。履きはしないです。履かないですよね。
じゃあまあ OK。トイレ。でも履くわけないですよ、さすがに。まあまあまあ。さすがに。じゃあ行けますか。じゃあ、1時間、誰が一番食べれるか。はい、負けた人はマイク全座り。ちょっと待って、待ってですか。はい。全然いいっすよ。カメラ、カメラじゃない。ここにカメラじゃない。こんな感じか。さっきのところが良かったよ。じゃあ行きますか。はい。じゃあ1時間ちょっと測んないとなんで、どうします？何で測りますか？リスナーさんに判定でいいんじゃないですか。で今、4時50分なんで、はい、あ、4時49分なんで、50分になったらやります。じゃあ5時50分まで。はいはい、じゃあ合図ください。はい、じゃあ4時50分スタート。あ、皆さんにちょっとラグがあるんですけど、4時50分スタートで5時50分終了で、とりあえず最初はみんなで対決、何個食えるか。はい、これつけてる。つけてるよ。ひだんさん、あっち崩さなくて大丈夫なんですか？あ、でも結構正座とかなの。あ、そうなんです。はい、すげえ迫力だな、これ。やばいっすね。いや、ゴミ袋じゃなくて、この袋カウントだから袋を取っておくって、自分の。なるほど、空袋を入れる袋、袋で最後カウントをしていくんで。じゃここにもう置いてある感じ。そう、そうっすね、自分のポジション。ひだんさん、そこ、僕ここ、はい、そこっていう感じ。なるほど。そうそうかな。1時間だから長期戦だな、これ。おお、いつだ、1300超えてますよ。おお、開始15分で。はい、集計はじゃあ切りましょう。あ、50分、はい、切ります。行きましょう。よい、スタートー。ちょっと、ウーロン茶から行こう。水から行くんだ。やっぱちょっと湿らしてから。うまい。最初は絶対美味しい。最初は絶対美味しい。照り焼きバーガー味うまい。これ納豆味好きなんだよな。納豆。納豆味。全然いける、全然いける。最初に納豆味を。余裕余裕。おー、いった、1400。おお。来た、1419来た。すごい。納豆終わったんすかね。どうすかね。これ1500いくな、多分、うん、すごい。だ、ちょい、とんかつソース、僕まず1個目。あ、うまい、うまい。でも最初は美味しい、最初は美味しい。照り焼きバーガー、照り焼きバーガーめっちゃうまい。美味しいですよね。うまい。はい、できなかった。うん、うん、うまい。納豆食べたことないですよね。納豆めっちゃ美味い。うまいですか？うん、めっちゃ美味い。好き嫌いあるかもしれないですけど、僕はすごい好きですよ。納豆いきます。10種類ぐらいありましたよね、買ったの。多分、ああ、ありますね、多分、うん、11個か10個か。納豆味いただきます。初めてです。ドンキで買ったけど、ただこれ美味しいっすよね。うん、うまいっすよね。 あ、わさびの味もするんだ。ちょっとなんかそんな感じしますよね、うん、あ、ひき割りの納豆の味がする。うまい。あ、何回か、ひき割りの小粒の、うん、うん、納豆、すげえ、うん、あ、うまい。具がみんな早くね。な、慣れてるから。あ、ほっか、もう、まあ、でも早くじゃないですから、1時間あるから。そう、ゆっくり、うん、とんかつうまいな。たこ焼き。あ、たこ焼きうまいっすね。僕、たこ焼きが一番好きっす。こんな感じ。そうです。3人つけてて、はい、1400いったの。すごいっすよ。これだから。まとめたら2000いく。そういうこと、2000はちょっと微妙っすけど、うん、1500は。いきますよね。だって1400でしょ？だから2000いくと思うよ、ほら。2000はじゃなくて、今何人いるの？120人。120人でしょ？俺が多分3000人はいるはずだから、あ、100人。いかないな。早いな、池上さん早いな、うん、いや、これ超いい企画なんだけど、うん、で、美味しい、まだ全然美味しい。ただうまいだけですよ、まだ全然美味しいですよ、うん、ただうまいだけの、うん、喜び企画なんだけど。うまい。20分後ぐらいには多分100本余裕で、うん、
あ、マジっすか100本、うん、まずうまい棒限界まで食ったことないから、どこまで人間はっていうか自分は食べれるのかが分かんない。限界値分かんなくないですか。うん、分かんない。受け側にそんなこんな子供棒だったら天国っすよ、こんな。確かに、うん、納豆いきます。ちょっと豚骨入ってます。食べやすい。あ、もう味分かんなくなってきた。早くないもう、マジっすか。フレーバーがぐちゃぐちゃになって明太子の味しないですけど、僕。早くないっすか。慎吾さん、これ鼻つまむと何味か分かんなくなるの知ってます？マジっすか。鼻つまんで、目隠しで何味か当てらんないっすよ、多分。あ、ありがとうございます。これまあ、でも確かに意外と分かんなくなる。これ実は香りが違うだけっていう噂があるんですよね。へぇー。目隠しでサイレントでこうやって渡して鼻つまんで棒だけ渡したら分かんないですよ。もうちょっと、うん、あとでやりましょうね。あとでやりましょうか。なんかあれですね、かき氷のシロップもなんか似たようなのあるんですよ。なんだっけ、あれは色が違うだけっすね。で、味はでも違いますね、多分。味一緒っすよ、あれ。え、ほんとっすか。はい。ただ味わって食ってるだけやんけ。で、最初はだって、そうっすね。臭いから。最初は味わうでしょ、だって。うまい。美味しい。うまい子、うまいな、やっぱ。うまいっすね。うまい。これ、ガオキンさんから案件が来たら嬉しいな。うん。絶対来ないと思うけど。普通にうまい。美味しいっすよね。久しぶりに食いました。これ、いいよ、うまいよ。明太子味売ってなかった。明太子。おう、あ、これか。ブーター味、うまそう。チョコレート味は、しんごさんがやめようっていうことで、そう、なんかデカさが変わったんですよ、うん、そう、ハンディが出るからって、うん、うまい。うまい、俺全然食えます。全然いけます、僕も。全然俺いけます。コンポタが一番できます。うん、コンポがうまい。たこ焼きいっぱい。たこ焼きが一番好きよ、これ。あ、マジですか。うん、結構味濃いですね。じゃあ硬い感じが好きなの。プレゼンじゃないよ。コンプ、うん、関さんは納豆だって。これ納豆好きですね。あとコンポタも好き。まあコンポタうまいっすね。うまい、うん、コンポタうまい。何が一番ですか。コンポタが一番。ああ、うん、コンポタたこ焼き納豆。あ、でもどっちかっていうとコンポタかもしれないです、僕も。いや、なんか納豆ってなんかめったに売ってないからあんまり売ってないですよ。はいはい。コンポタってなんか、うん、コンポタのお菓子とかあるぐらい。ああ、の、うん、コンポタでスナック似てますよね、うん、あれ。はい、確かに。あ、できたんです。本当に、ここも食べていい。焼きバーガーうまいな。でやる。あ、これ全然行きません、ずっと。全然行きますね、うん、もしかしたら腹いっぱいになんないんだよ。いや、それはそれはちょっと、はい、それは経験者なんか語ってよ、どんな感じになるの。100本ぐらいから来てです。だから3人は300本。うん、塩分強えな。確かに塩分強いですね。おっぱ、あ、サラミ味懐かしい味がする。あ、サラミとか懐かしいですね。懐かしいですね。昔からあるから。うん、ピザ、ピザなかったかな。ピザないやつ。うん、照り焼きバーガーうまくないですか。照り焼きバーガーこれ美味しい。うん、うまいな、うん、
1番がコンポタで2番が、うん、チーズですね。あー、うん、あったっすよ。あ、チーズ、あります。あります。うまそうだな、俺も買ってくるかってコメント。いや、これでもうまいっすよね、うん、10本ぐらいは普通にうまい。でも視聴者側に見たら多分これ食いたくなると思う、もうこの感じ全然うまいんだけど、うん、体にはクッソ悪いだろ。何でできてんだろう、コーンだ。料理すると油がもうグッとビルになります。へ、うん、えー、うんうん、チキンカレー味もあるんだ。これ食べてみようか。何個食べ、昔から値段変わんないですよね、これ。あ、10円ですよね、言われてみれば、うん、外国民で11円とかも、うん、ああ。高校頃10円できたよな。え、10円できたよな。10円なのかな、うん、あれ今11円なんですか。こういうところもあります。え、税抜きですか。税込みで。あ、税込みだから1円上がってるんだ、うん、なんか小さくなってる気がする。うん、食ったことないまった。だから昔もっとでかくなかったですか。え、そうですか。変わってないのかな。なんかちょっとずつなんですけど、いやまだ美味しいんですけど、うん、ちょっとずつなんですけど、はい、なんか味が変わってきました。うん、なんか、うん、いやまだ美味しいっちゃ美味しいんですよ。うん、ただなんか分かる。味がちょっとだけ最初と違う。カレーうまいっすよ。うん、カレーあのパンチ効いてます。カレー美味しそうだね。カレーうまい、うん、意外だった。これまずいと思ったら、口内炎が出るんだ。食べ過ぎると明太子しょっぱいね。え、なにこれ、シュガーラスク穴開いてない。うん、すげえ。シュガーラスク甘いやつ穴開いてないわ。へぇ、なんか、あ、甘っ。あんまっ。うん、甘い。シュガーラスク甘っ。なにこれ、多分ミルクの味なんですよ。へぇ、なにこれ。あ、これダメだ俺。甘い、甘いですか。甘い。コメントでそれうまいって人もいる。なんか好みっすね、多分シュガーラスク好みかも。で、本当に全部含めたら、うん、チョコが一番。一応、まあ、俺もこの顔あるじゃん。なんで五本食いしてんの。池川さん口やばいっすよ。口五本食いとかやってんだけど、池川さん口がすげえっすよ、うん、口にすげえついてる。何そのプロみたいな食べ方してんの。どうやって食べるんですか。五本一気に。どういうことですか。やってくださいよ。めっちゃ難しいじゃない。はい、でも開ける速度は変わんないっすよね、うん、むしろ食いにくいんじゃないの。ちょっと遅くなるぐらい。ダメだ五本食い。どうやって食うんですか。えすごいよ。え遅いじゃん。遅いじゃん。絶対一本ずつ食った方が早いじゃん。アホだろ、うん、まあ、これがね、キチガイゲですからね、うん、あ、これうまいな。サラダうまいな。野菜サラダ、あ、うまそう、サラダ、うん、うん、うん、食べや、牛タン塩味だって。うん、おいしいですよ。これうまいっすか。おいしいですよ。いく、うん、うん、味もめっちゃ増されてるかも。あ、うまい。これ美味しいですよね。牛タンうまい。うまいっすね。うまいっすね。結構好きっすよね。はい、ケンゴさん、でもこれ差つきすぎたら、うん、どれくらい差つきますかね。1位とビリ。いやー、どうだろうな。ちょっと予想つかないですね。自分今最下位になった。え、いや、そんな、俺さっき綺麗に並べてるから。あ、俺もそうだ、綺麗に並べといた方がいいな。が、トップと、ケンゴさん、はい、トップと、は
10本差になったら、はい、10本差さすがにないじゃないですか。まあ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 。サボってるじゃないですか、はい、坊主も行きましょうよ。これはごめんなさいあ、ごめんなさいごめんなさいごめんなさい今行かけなさい、ごめんなさい、この部屋いや10本差つかないですよ。いやいやいや、それはちょっと10本は差つくね。防護学は僕、ここごめんなさいせっかく光の髪型にして、それはちょっと無理です。これがなそうですね、うん、手洗った、うん、手洗って袋からベトベトになっちゃいました。いや、あの、うん、5本だと、うん、手使った。ああ、これよくないですよ。この時期だから、インフルエンザとか。ここベトベトになりますね。まだ食えるんですよ。まだ全然食えるんですけど、うん、なんかあんま進んで食いたくないかなっていう、うん、もうなんか飽きてきましたね。うん、食えるは食えるんですけど、自分の家、うん、めっちゃ食べたいっていう食欲が湧かないですよ。アイテムありがとう。監督、善逸家行っていいですか。あ、ここですか。この1時間後終わったらいいんですよ、ヘルプで。善逸さん OK ですよ。もちろんいいよね、はい、ミクさん。すげえ、出て、なんで出て、大丈夫大丈夫ほんとに。ねえ。大丈夫大丈夫おぉそう超不定いやいやいや、あゴミをこしがるってすごいですよねゴミをこしがるっていう行為がすごい。手洗わないと。あ、エビマヨもある、うん、結構種類ある。もうすごい、30分で累計4500ぐらいすげえ。別段なんか1200ちょっとに落ちましたけど、取れました、うん、え、別段見てもらってもいいですか。はい、そうです。1265に落ちちゃったけど、えさっき1400ぐらいあったんですよおぉ、いや、もう今落ちちゃいました。200ぐらい落ちちゃった。それ書いてない。え、おめでとうございます。福明さん、花火やらせてます。それアップキッシュ。福明さん、花火やらせてます。確認しますね。ありがとうございます。なんだろうはい、もうバッサバサなんですけどなんだろうな、なんか、うん、まだ食えるんですよ、全然、うんうん、まだ全然食えるんですよ、食おうと思えば。ただなんかそんなに進んで食べたくなくなってきた、うん、今何本くらいですか。今 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 え、どうしようバッサバサで。ごめんなさい、ティッシュありますか。トイレットペーパーぐらいですね。トイレットペーパー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 どこだろう。え、どうした、どうしたいや、それ、バッサバサで。トイレに行かないとないあ、池上さんの口がバサバサで向いてきたうん、あ、じゃあいいや、手やろう。俺今16本ですね。
あれってかめっちゃ多くないですか2人とも。なるほど。やば、俺めっちゃ差つけられてる。5本食いっすよ。やば。うん、5本食いっすよ。まだ17本。1本目ですね、まだ。いや、楽しい企画だな。うわぁ、なんだろう、なんか食いたくないな、もう。なんか10本あたり超えてからきついっすね、これ。辛っ。きついですね。納豆味辛い。わさび効いてる。あ、で、来ていいよ、全然。うん、うん、今日前菜、リスナー買ってるんだ。え、リスナー取ったんですか。え、トムイケさん取ったんだよ。あ、あった。僕、うんこしたいんですけど。僕、うんこしたいんですけど。行ってらっしゃい。トイレどこですか。トイレ、あの、こてて、はい、道のすぐ。あ、なるほど。階段の入り口のところに。はい、え、返すまでですね。世界だから、はい、配信会ってこういう世界だから。でもこれは内緒だよ、はい、うん、コメントでこれ組み大丈夫大丈夫、リスナーさん味方だから。俺やりすぎたらダメだから、うん、もう絶妙な感じでな、生き抜いていこうな、はい、うん、先輩を蹴落としていかないといけない世界だ。坊主の流れ作ろう。はい、うん、オッケーですよ。全員来ていいってみんな言ってるんで、オッケーかどうか。あ、オッケーです。オッケーですよ。あの、最寄りとかなんか どう伝えればいいですかね。西新地5丁目から中野新橋。中野新橋です。クソみてえな企画だよね、正直。なんかさ、大手じゃん、正直さ。まあね、人呼んでやる企画だと思う。ピンでやれよと思う。クソ企画でしょこんなの。いや、だってゲスト呼んでうまい棒食べきるとか言う？普通なんか千本買える人バカでしょ、正直。まあ、正直だってさ、これさ、小学生とかだったら笑うよ、トミケさん、うん、小学生とかだったらうわすごいとか言うけど、ぶっちゃけの話、ふわっちのリスナーさんって30代とか40代なわけですよ。30代とか40代がこんなん見たら面白いと思います、正直。まあ閲覧上がってるから。いや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 、池上さん冷静になってください。30歳40歳がうまい棒を食ってるみたいです。つまんないと思うでしょ。つまんない。つまんないよね。そうだよね。だからクソなんだって本当。だから伸びないんだよ。うん、そう思わない。いや本当に言った方がいいっすよ。いやそう思うでしょ。はい、面白くないじゃんあいつ。なんか。俺ダメだと思う、この企画は。ほんと。こんなのリスナーぬるいって思ってるし、
正直なんだこれみたいな。でもあのまあ仕事だからね、ある意味だからハゲてんだな。あ、俺ロシエさんの気持ちわかるよ。ヨシエさんが怒る気持ちわかる。こんなふざけたことばっかりやって、いい年こいて、はじめ社長だとか、ヒカキンがとか、なんか水溜りボンドとか、バカだと思いません？うん。うん。いや、俺正直、同い年だけど、ほんと見下してるっていうか、あ、バカだなっていうか、いや、こんなんだってやったって、なん閲覧が増えたって何にもなんないでしょ、こんな。子供じゃない、小学生じゃないんだから。クソみたいな。金の無駄だよ、これ。これだってリスナーさんの花火だよ。リスナーさんが一生懸命働いたのを、こんな金の使われ方したら、ふざけんなってなるわけじゃないですか。みんながアルバイト一生懸命やって、だって僕らバイトしたことあるかわかるじゃないですか。1時間一生懸命働いて、だってこれ1日分の給料っすよ、花火で言ったら。あ、違うか、2万円かかるのか、花火だと半分取り分だから。いや、だからそういう貴重なこうお金っていうのをさ、やっぱりあのなんて言うんだろう、花火で、いやー面白いねこれね。いや、こんなに面白いと思わなかった、本当に。うまい。あれ、借りますね。はい。なんだっけ、あの。いい企画だなぁ、これ。いや、これ、閲覧伸びますよ、これ。まだまだ。これ、閲覧バンバンいきますよ。いいっすね、これ、ね。いや、これ、いいっす、いいっす。盛り上がって結果出てるんで。でしょ、やっぱり。これ、これ、いいっすよ。やっぱり。いや、これ、これ本当にいいっすね。やっぱ、狙い通り。狙い通り。はい。やっぱ、すげえわ。慎吾さん、すげえ。あ、1400ぐらい。いや、こういうとこ見習わないとね、俺らも。本当に。やっぱ大手は違う。いやいやいや、そんなことない。いやいや、本当に本当に。でもロスしてる間に5本ずつぐらい食べちゃいましたよ、僕ら。結構来てますよ。これなんかトイレが和式だったんで、あ、僕はずっと洋式に慣れちゃって、ちょっと和式がちょっとしにくいんですよ。うん、で、それであのちょっと狙いとか結構危ないじゃないですか、和式の場合。うん、外れちゃうかなと思って、すごいなんかもう最近和式でやってないんで。はい。あ、アイテムありがとう。頑張ってやりました。いや、これはいい企画だ。これどっからアイデア思いついたんすか？あ、これはくん、励め箱のパクリ。へぇー、すごい。でも、ワドさんもいいとこついてたんですよ。うん、あの俺、これ最初、うまい棒の対決って言ったじゃないですか。うん、どれだけ食えるか。はいはいはい。で、ワドさんがこれ食えるまで帰れませんで、うん、なんか配信者呼ぶの OK とかって言ったじゃないですか。うんうん、そうやって始め社長そのままなんですよ。へぇー、あ、そうなんですね。始め社長が多分、うん、なんか1000本、多分1000本ぐらいだと思うんですけど、うん、買って、はい、でそれでこれなんか2人で全部食べますってなんか友達のなんか呼んで食ったんですけど、はい、食えないとかっつって、はい、でこれ帰れないどうしようとかっつって呼んだんですよ、友達をどんどん呼んで、はいはい、で最終的にそれでも食べれないからとかっつんで、最後風呂の中にこう入って、はい、これをなんか風呂でこうなんか詰めたんですよ、この、はいはいはい、自分たちも入ってそのうまい棒を風呂に詰めて、こんな食べれません、調子になりましたごめんなさいとかって言って、はいはいはい、国会で配りますとかっつんで、それで終えた動画があったんですよ。やっぱ YouTuber 違いますね。違いますね、やっぱり企画力というか全然違う、うん、毎日だってあんなことできるの、うん、いや本当すごいなと思って、そこはやっぱ一番はじめ社長ですか。いや、俺ヒカルとはじめ社長やっぱ好きですね。ヒカキンはどうですか。ヒカキンはもう、あの、うん、正直動画は面白いとは思わないですけど、うんうん、ただ俺本当にすごいなと思うんですよ。ヒカキンはもう特殊で本当に一番の中のすごいなと思うのが、うん、なんだろう、ほら炎上させれば誰だって人なんて集められるんですか、うん、でもヒカキンってあんだけクリーンで、うん、あんだけ人出てあんだけ稼げるんですよ、うん、それってもう絶対真似できない。もうそれこそ、うんうん、フワッチとかツイキャスとかニコ生の、うんうん、炎上させなきゃ人が来ないようなやつら、うん、じゃ絶対真似できないことだと思うんで、うん、そう本当に純粋な企画とか、うん、なんかそういう商品紹介とかで、うん、まあ、正直あれはボイパで多分行った部分あると思うんですけど、うんうんうん、なんかあんだけクリーンであんだけ人出るのって本当すごいことだと思うんですよ、うん、で最終的に配信者で一番稼げるのは、はい、こうクリーンでいてあの人が集められれば一気に企業案件でドカってくるじゃないですか、うん、
やっぱそこがすごいなって。だって、うん、あれですよ、ヒカキンの、うん、あれですよ、1本の動画で企業案件であれ、うん、2000万なんですよ、ね。本当ですよ、これ本当。ヒカキンが自身のメインチャンネルで、動画紹介するときになんか商品を紹介するのに企業からの、うん、あれ1本が2000万なんですよ。すごい。ヒカルが900万ぐらいらしいです。まあでも700万人ですもんね、チャンネル登録。うん。うん、ってことテレビ局ですからね、もはや。うん。うんそういうところはクリーンだから、はじめ社長より正直クリーンじゃないですか、うん、だから案件ってやっぱりはじめ社長より比較的に来やすいんですよね。人数で言うこと、人数で言ったらはじめ社長の方がちょっと上じゃないですか。え、そうなんですか。そうですよ。人数は多分。ツイッターフォロワーとか、うん、あとチャンネル。チャンネル登録者数もそうだし。うんうん。なるほど、なるほど。でもそう、クリーンだから、はじめ、あ、比較的の方が。ちょっとやめてください。喋っててください。喋っててくださいよ。過疎同士のやっぱ緊張するねとかあるんですか。絶対います。やっぱ大手さんだから。絶対そういう会話じゃないと思う。絶対そういう会話じゃないと思う。YouTube に興味なさそうか、この子。え？ああちょっとタバコ吸っちゃおうかな。一服していいっすか。はい。すみません。あトイレ行きます。換気扇とかあります？換気扇このボタンが換気扇。ここで吸ってもいいっすか。はい。どれだ？換気扇。うん？どうやってつけるんですか？多分それ、うん、もうあれ？これどうあきついなまだ食えなくはないけど、うん、きついっすね正直ちょっと気持ち悪くなってくるから、うん、これ以上食ったらやばいっすえあと何分残ってるんですかあと30分じゃない40分ね、うんうんうん、40分まだ40分あじゃあ30分ねあびっくりしたあと30分ですきついこれこれ無理だな、うん、これ無理だなバッサバサですねこれ全部食い切るって多分100本きついかも100本きついね、うん、昔より完全に落ちてますうん、今多分俺20何個とかいってると思うんですけど僕も25ぐらいですね1,2,3,4,5、うん6,7,8,9,10,11,12,13,11,15,16,17,18,19,20,21 もうそうやさペース早いもんな22あやっぱ20やっぱ僕が5で23ぐらい20どこやだろうな22、うん、まあそんなもんすよね7トイレ行ってたからちょっと少ないはずなんですよ、慎吾さんが。あ、うん。もしかして全然少なかったかも。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49、50、51、52、53、54、55、56、57、58、59、60、61、62、63、64、65、66、67、68、69、70、71、72、73、74、75、76、77、78、79、80、81、82、83、84、85、86、87、88、89、90、91、92、93、94、95、96、97、9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 8、89、90、91、92、
そうっすよ、トイレ行ってる間5本ぐらい食ってましたもん。19本でしたですよね、ですよね。だってトイレのカウントがあるはずだから19本だった。そうそうそう、ちょうどいいぐらいですよ。うん、数切ったじゃん。ちょ、あ、おしっこ行ってきたくなったんで僕トイレ行ってきます、はい。え、どこ、まあ、出て、うん、すぐ、うん、右行って階段の階段のところ近く、トイレって書いてあります。これ、まあ、部屋番号とか書いてあります、うん。いいな。うまいこときついっすね。あの、さっき、はい、和田さんが渡されたんで、これ。え？渡されたっての？いや。え？コメント。え？なになに？え？4、5本取られた？
だよね、だって俺行く前に17本ぐらいあってその後5分ぐらい食ったもんね。ええ、な、何本、何本取られたんですか真野さん。え、何本ぐらいですか？ 4 本ぐらい。じゃ今取っとけ。今取っとけ。ああ。トイレ狭っ。狭いっすよね。やばいっすね。やばいっすよね。タバコ吸おう。ああ、ダメだ。追いつかれちゃう。きついな。きついな。あ、きつい。うん、すみません、花火開いてるよ。それ、あります。花火開いてるよ。確認しますね。ハーギドンチキドンチキやばい。早っ。やばいな。つらんな。99。あ、100だ。いくつだろう。200か。これ1351っすね。花火上がってねえのにお前花火上がってんの腹立つな花火上がってます？上がってないですね。なんで一番後輩の友池がなんか嫌な感じですよね。腹立つわ5本っていうのがそれなんですね。コメント感だよ。あ、5本食いだったらっていう、やったら花火上げんぞ。あ、はい、いいリスナーさんだね。いい、トムソヤバーの時も結構やってる。あ、こういう感じだ。ふわっちじゃ それがないですか。ふわっちって、ふわっちって、うん、いつでも泣けるから、うん、これなんか企画とかで、あと何分ぐらいですか、しんごさん。え、時間残り時間何分ぐらい。24分ぐらいですね。あ、止まりますよ、これ超きついこれ100本とか絶対無理じゃん。きついっす、これ口の中痛いっすもん、もうしょっぱくて。てか普通に考えて僕、うん、結構お腹減った状態で食ったんですよ、はい、汚いんですよ、はい、それ多分今20何本とかだと思う。はいはいはい。1000本とか無理じゃないですか、だって単純検査で30本ずつ食ってやっと90、やっと10分の1ぐらいですか。うんうん、あ、しょっぱいな、塩分強えな。これはきついな。どうしたのか。いや、痛い、舌がビリビリする。いや、ちょっとなんかお腹がちょっとムカムカするんで。あ、油っすか。油なんですかね、これ。なんだろう、大変だから。なんかちょっとムカムカする、うん、あ、頑張るよ、ありがとう。頑張る頑張る、負けないよ。やっぱ閲覧は負けてもね、やっぱりこういう企画では負けたくないよね。頑張るよ。まあ言うてもこれが最初に枠取ってますからね、うん、あと全体的に映ってるから、うん、
や見やすいからっていうのはあると思うんですけど、うん、勝つよ、大丈夫だよ、負けないよ。お、空之助帰ってきたんだ、うん、自分出してあげるから。慎吾さんの配信画面変じゃないですか。え、マグか、マグか、うわっ、うわっ、ごめんなさい、ごめんなさい、本当ごめんなさい、本当ダメだな、だからカトなんだ。なんでカト？すいません、すいません、ごめんなさい、ごめんなさい。いや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 、あなた何やってるねん。中に寄せる。あなた何してるねん。すいません。完全に今、ゴミを…すいません、寄せたんですよ。あの、いっぱい行っちゃったんで、ごめんなさい。完全にゴミをさ…すいません、すいません。ゴミが欲しいって、なんかすごい状況ですよね。はい、あ、カメラ角度変わっちゃいました、ごめんなさい。ゴミが欲しいっていうのは、うん、うん、いやー、あ、本当に食いたくないあー、きつい。あと20分あと20分ごめんなさい。ごめんなさい。いやあ、あれ奥のは違うのかな。え？ん？あ、これあれ。ああ。さっき吹っ飛ばしちゃったよ。なるほど。もう大丈夫だよ。大丈夫。残り時間はあと何分だろう。20分ぐらい。あー、花火ありがとう。ハート花火。
ドンチキー、花火ありがとう。あ、これ一応完食するまで3人部屋から出らんないルールっすね、次の企画は。どうしたんですか、負けますよ、マイク全撮りっすよ。いやきついな、ちょっと正直気持ち悪くなってくるなこれ。いやもう腹がいかないっすこれ。痛くはないけど、ちょっとなんか腹がちょっとムカムカするっていうか、脂っぽいっすよね。脂っぽいですね、すげえな、しょっぱ。コンポタばっかり食べてるぞ。コンポタが一番食べやすい。え？一番食べやすい。食べやすい。好きだから。マジで？コンポタ食ってねえな俺。あ、食ってるわけ。500本食べた時に分かったんですよ、コンポタ一番食べやすいって。ああ、もう経験済みなのか。そっかそっか、たまに味変えないとあれだけど。コンポタが一番食べやすい、コンポタのお菓子があるぐらいだから。え、これ1個34キロカロリーもあんの、やばやば。え100個で3400キロカロリーですよ、100個で。いや、340じゃん。いやいや、1個34キロカロリーなんで10個で300です。340、いやいや、100個で。ああ、そういうことか。あ、そうです、そうです、100個で。なんか30言ってるの、30は、うん、やばいな、もうちょっと僕結構やばいっす。マイク全撮りっすよこのまま言ったら。もう結構やばいっすね僕。いいんすか。いや、なんかまあ、まあ、まだ食えますけど、もう50食べたな。あー、なんか気持ち悪いな。ちょっとトータルエイトランどれくらい行きました、この枠で。累計ですか。累計どれくらいだ。60分で6885か。6000ですか。へ、うん、えー。だから3…3… 何やってんすか。何やってんすか。何もしてないですか。さっきは何やってんすか、あなた。何もしてないです。何ですか。何もなんかパクろうとしてるんですか。何もしてないです。ゴミを。閲覧が気になったんですよ。6000か、すごいな。でもこれ1時間500人とかやったんだよ、マジで。でも結構あれですよね、30分あたりだから3500近く来てるってことですよね。ですよね。かやきなすと外がさ、パリパリしてる、パリパリっていうのはコーティングがされてるから結構きつい。あー、もう痛い、リンパが痛い。リンパ痛いの、なんかしばらく。うわうわうわ、うん、自分でも同じ味で飽きるってことあんまないから。あー、パフェありがとう。パフェありがとう。1本10円毎日だ。1本10円、10円。あの、スパゲティ。あー、やべー、これ食えないわ。これ食えないわ。これきついっすね。2016年ぐらい。あと何分ですか。毎日は食パン。毎日食パン。12分だ。12分。同じだけで飽きることはない。だけど、油が強いから。いや、あの1000本なんで1万800円ぐらいですね。そうっすよね、消費税 8% だから。なんか多分割引みたいなこと言ったっぽいね。あ、まとめ買いで。うん、毎日食パン、食パン何もないやん。うわ、何も塗らず食パンに塗らない、そのまま食べてたから。
あ周りのみんなから聞かれてたけど、あれですか、慎吾さん僕同い年じゃないですか、はい、なんか職歴ってどんな感じなんですか今の職歴ですか、はい、高校の時とかにバイトしてたりとか、スーパーとか、はいはいはい、そう、まあ、スーパーのバイトですか、そうですね、ほとんどやってないですけど、そうです、あとはなんか民宿とか旅館のバイト、はい、ちょっとバイトっていうかその手伝いで行ったみたいな、親が勤めてた、あとなんかホストとかちょっとだけやったことあるんですけど、ホストやったんですか、ちょっとだけしたらね、僕もありますよ、あ、マジですか、はい、そこで終わるのかいって、うん、なんかホスト同士の話ないのかよみたいな。え、売り上げどれくらいいったんですか1ヶ月で。いや全然行ってないです本当に、うん、あの全然僕は本当に2ヶ月ぐらいで辞めてるんで、2ヶ月ちょいぐらい、はいはいはい、で本当に日数も全然行ってないんで全然ですよ、ね、指名とか1人しか取れてないです。なんでホストやろうと思ったんですか。貯めるっていうか、うん、なんか、まあ、そんなことだね、貯めすごい好きな子がいて、その、はい、その子に振られて、はい、でそれでなんかなんていうか、うん、ちょっとなんかあーきついなっていう気持ちになってる時に、はい、なんかキャバクラのボーイとかホストとかやってた同級生がいたんで、はい、ちょっとじゃあ俺と一緒にホストやろうぜとかって誘われて、うん、まあ気分転換みたいな感じで、あそのなんか振られた時の暗い気持ちをみたいな。なるほど。サラダか、サラダ味食べやすいかもね、サラダ味、あー多いなこれ無理でしょ、これ部屋から出らんないの、これ大変なことになりますよ、これこれやばいっすね、これやばいっすよ、これ多分相当ヘルプ呼ばないと、うん、まあ新宿配信者多いからね、はい、うん、電話かけまくって助けに来て、じゃあパルパルさんとかも聞いていて、パルパルは全部食うでしょ一人で食えるわけない、これは全部パルパルは全部食えますよこれ多分大食いチャンピオンでしたら多分無理ですよ、うん、ああ小文字ありがとうございます、アイテムありがとう、1本 10g ぐらいすると、うん、10kg、そうですね、1本、え？で、1000本だから、うん、1本 10g 換算だと、うん、10kg、うん、牛タン味もなんかこれなんかコーティングされるのある、食べにくいけど、コーティング、コーティング、そ、あの、パリパリするような、あーなるほど、あ、たこ焼き味みたいな、なるほど、逆にたこ焼きとかな食べにくい、あ、うん、言われてみるよ、脂が濃いね、うん、たこ焼き、あとしょっぱい系より甘い系の、だからコンポタ正解かもしれない、うん、それでもこの量食べると気持ち悪いかな、タバコそう、3キロ限界、3キロすごい、すごいね、3キロ一番トンポだ、サラダとかもね食べたくなってくるんだ、これサラダ味、うん、これ下手したら3日くらいかかんないな、3日、うん、普通に考えて3食これ食うのきつくないですかでも自分は1週間500本だけそんな感じです、1週間かかったの、はい、でも1人で500本だもんね、これ思うんすけど3食っていうかご飯食べないでうまい棒だけ食ってて人間の体って大丈夫なのできてるのかな、ご飯も食べてあの料理に使ったりとか
そういうのも料理に使う。どうやって、例えばどういう、なんか例えば明太子のあのうまい棒を何本か使って、あの麻婆豆腐みたいにしたい。どういうこと、どうやって麻婆豆腐、どうやって、いやこれ何本かやって、あの 水でやってふやかしてやると麻婆豆腐みたいになるんです。それで ご飯使って麻婆豆腐にして。マジで嘘だ嘘だ、それ麻婆豆腐。おふるさんに加わってます。ああ、舌が、味覚が狂う、これ。最初の15本ぐらいだな。結局全員さん来んのかな。あ、来るらしい。あ、そうなんだろう。うん。今ツイッターの DM、 あ、来ました。あ、通知が来たんですけど、うん、ほら、つばにゃんから全員さんが行くみたいな感じ。つばにゃんも、あれは呼ばないの。まあ、あるさんが4人だったらいいけど、うん、あ、そっかそっか、好きな人いるんですもんね。まあでもみんなで来るんだったら大丈夫かな。うん、みんないる、俺一日じゃないですからね。だからラブホとか行くこともないし。確かに確かに。それだったらまだ多分許してくれるかも。一応許可取った方がいいんじゃないですか。ああ、さんというか、みんながいるし、別に俺とツバネでラブホ行くわけないし、うん、そういう状況ならまあいいんじゃないですか、うん、ダメかな。どうなんだろう。フォロワーになります。もうそろそろか。5分、あと5分ですね。これ絶対全部相当きつい。いや、きつい、これはきつい。すまんやめよって。ポスケットくる。俺的には別にツバヤンは来てもいいんだけど、うん、なんか R さんがなんかもしかしたら嫌がるのかなと思って。多分みんないれば大丈夫だと思うけどね。いちいちじゃなければ。その R さんとはどういう感じなんですか今。そのシンゴさんが好きなのは分かるんですけど、はい、R さんはどんな感じなんですか正直。え、どういうことですか。え、相思相愛みたいな感じなんですか。まあでもついてくれてはいると思います。ああ、はい、え、告白は、うん、告白はきついな。してないですね。まだなんですか。6本無理だよ。遠回しにみたいなことはしたことあります。ああ、え、どんなリアクションだったんですか。まあでも、うん、まあ将来やっぱ結婚ってなるとやっぱり、うん、難しいみたいなようなことは遠回しに。あ、やっぱ僕の職業柄というか、職業というか、はい、はい、とみたいなことは言わないですけど、でも別に好きみたいなニュアンスではあると思うんですけど。まあこれからって感じですね。じゃあ、はい、うん、立派な職業じゃないですか配信者で、はい、俺ちょっと食っときゃ。うん、アルさん綺麗な方ですもんね。そうですね、うん、え、でも早く告白しないと、はい、あれっすよ、綺麗な人がすぐ恋人できちゃいますよ。確かにそれは間違いないですね。え、もう知り合ってどれくらいなんですか。うーん、でもまあ最初知り合ったのをカウントすると多分どれくらいだろう。でも結構長いっすよ。その喧嘩別れみたいにしたな、喧嘩別れしたみたいな期間があったんで。へ、最初に会ったの付き合ってないのに。はい、結構長いかも。違う。キさんはあるでしょ。もう服を買っちゃった。喧嘩別れ何ヶ月ぐらいですか。え？そう、喧嘩別れした時は。どんくらいだろう。
でも半年以上は多分。ああ、じゃあ結構な最近じゃあ関係が修復してきた感じですね。うん。なるほど。気持ち的には食べようってなんだけど、体が拒否反応を持つ。わかる。そうですね。この拒絶反応は。頭では行こう、前に進まないに進むとあっても。大丈夫。もう止まるよね。わかるわかる。目が死んでるもん。いや、目が死んでる、目が死んでる。最後一本食べるか。うん、最後一本何それ。え、おむいけ。いや、最後は5本で締めようよ。コンポタ5本で本気を出そうよ。ね。いや、5本で本気で締めようよ。ああガッチリエルボー入ったんだけど痛っ本気で肘落としてきたからさ自分ガチでやるはらからネタとかじゃなくてなんでエルボーガッチリ落としてくんだよシュガーラスクシュガーラスクいいこれまだ一回も食ってないですね甘いっすよあ、てかもう残り1分ですよ残り1分じゃあ最後の1本かなあうわどうだろうあ、もう無理だまだ残ってるか量が最後もっとですかそう辛いなあ終わった終わりでお疲れ様でーす1時間ぶっちゃってうわーこれ負けてそうだな俺どうだろう、うんまあ、結構食ったけどね俺も、うん、じゃあ僕らの枠閉じて、うん、はい慎吾さんは慎吾さんのはいじゃあ、しんごさんの枠集合で。皆さんありがとうございます。しんごさんの枠で集計するんで、しんごさんの枠移動でお願いします。ありがとうございました。どうも。じゃあ、お疲れ様です。お疲れ様です。よろしくお願いします。あと、YouTube もやってるんで、ぜひ、各地のプロフィール、チャンネル登録もよろしくです。フォローよろしくお願いします。